韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルではカンドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。今年の夏は面白いドラマがたくさん出ていますが、9月に韓国で放送が始まるドラマも多め、しかも人気俳優が出演するものが結構あります。ということで本日は今判明している9月に韓国で放送がスタートするドラマ、予告がまだ出ていないものはイメージ画像とともに見ていきましょう。ですがその前に、情報はすべて動画制作時のものであり、予告なく変更延期となる場合があります。詳しくは各局のホームページでご確認ください。法にのっとって愛せ、法律恋愛。化け物級の天才である元検事がオーナーを務めるビルにあるのはカフェとしても機能する法律事務所。その法律カフェをオープンしたのは美人な弁護士。だが彼女は四次元な性格でちょっと変わっていた。僕の彼女はクミホ、イスンギ。赤い袖先、イセヨン。8月末に放送予定でしたが、開始が1週間延期され、9月の頭開始で確定となりました。法にのっとって愛せは韓国 KBS2 で9月5日開始、毎週月曜火曜の夜9時50分。韓国配信はウェーブ、世界配信はビューになります。ナルコの神、犯罪アクションスリラー。南米のスリナム共和国で韓国人が麻薬王となっており、その人物を検挙するため、政府の極秘作戦に民間の事業家が参加することに。生き延びるためには騙し、騙されろ。主演はハジョンウ、ファンジョンミン、パクヘス、チョウジン、ユヨンソク。実際にスリナム共和国で麻薬王となった韓国人の実話を元にし、工作ブラックヴィーナスと呼ばれた男の脚本家たちが映像化。ナルコの神はネットフリックスで9日金曜に一挙配信、日本のネトフリでも見られます。一千ウォン弁護士、法律ドラマ。受任料はたったの100円、実力もコスパも最高の弁護士が後ろ盾のない依頼人たちの味方となり、法曹界のパワープレイヤーたちを相手に弱者たちのヒーローとして不義を懲らしめ正義を実現していく。昨年黒い太陽でも共演したナムグンミンとキムジウン、他チェデフン、イドクファ。2015年の SBS 脚本コンテストで最優秀に輝いた物語で、ナムグンミンが最強弁護士に扮してカムバックします。一千ウォン弁護士は韓国 SBS で23日に放送スタート。毎週金曜土曜の夜10時。配信先はまだ決まっていません。ブラインド、犯罪ミステリースリラー。女子大生連続失踪事件とひき逃げ事故、2つの事件の被害者が同一人物であることが判明する。視覚障害を持つ目撃者とは正反対の証言をするもう一人の目撃者、真実を伝えているのは誰なのか。協力班の刑事役に 2PM オクテギョン。完璧主義な判事にはハソクジン。社会福祉士を演じるのは A ピンク、チョンウンジ。真犯人を探し出すために奮闘する社会告発要素もある犯罪スリラー。ブラインドは TVN で16日に開始、毎週金曜土曜の夜10時40分、韓国配信はティビン、世界配信は未定です。メンタルコーチ、チェガルギル、スポーツ。国家代表チームから永久追放されたテコンドー選手がメンタルコーチに転身。勝者が全てを手にする過酷なスポーツの世界で、スランプに陥った選手たちを助け、引退した選手たちを癒していくスポーツドラマ。模範家族、チョンウ。イカゲーム、イユミ。ダリとカムジャタン、クォンユル。今年結婚をしたパクセヨン。勝たなければいけないプレッシャーと戦うスポーツ選手たち。メンタルコーチたちは彼らを救えるのか。メンタルコーチ、チェガルギルは TVN で12日にスタート。毎週月曜火曜の夜10時30分。韓国配信はティビン、世界配信は未定です。キキの X、コメディ。会社は希望退職の話をするわ、株価は暴落するわ、そこに住宅価格は暴騰と人生の危機に陥ったとあるおじさん。
人生のメンターになってくれる町の名医と一緒に人生急騰まで持ちこたえることはできるのか。天国の階段クォン・サンウ、応答せよシリーズソン・ドン・イル、女神降臨イムセミ、優秀な中年おじさんが人生再起のために奮闘する、キキの X はウェーブのオリジナル作、2日金曜に配信される予定です。思いがけず田園日記ラブコメ、祖父が真剣な口調で電話をかけてきたため会いに行こうと田舎に向かった獣医、着いたら祖父はなんとヨーロッパ旅行で半年不在、その間動物クリニックをやっといてくれと置き手紙が残されていた。主演はレッドベルベットのジョイ、チュヨンウ、ペクソンチョル、緑豊かな田舎町で出会った男女たちが繰り広げる恋愛の物語。思いがけず田園日記はカカオ TV で5日に配信スタート、月曜配信のウェブドラマです。グッジョブファンタジー恋愛ミステリー、天才な上に運動神経も抜群な財閥の御曹司、実は探偵として二重生活を送っている、そんな彼が出会ったのは貧しいのに人の幸せを願う女の人、彼女は聴視力を分厚い眼鏡で隠して生きる能力者であった。昨年ポッサム愛と運命を盗んだ男でも共演したチョンイルと少女時代ユリ、今作では二人ともが特別な才能に長けた役で協力しながら事件を捜査し惹かれ合っていきます。グッジョブは ENA で8月24日に放送開始、毎週水曜木曜の夜9時。今現在配信先は未発表ですが、日本では10月からケーブルテレビ局 KNTV での放送が決定しています。三兄弟が勇敢に家族、コメディ、恋愛。家族のために頑張ってきた長女が出会ったのは、家族を養わなければいけない芸能界のトップスター。家族のために自分の幸せを犠牲にしてきた二人、そんな彼らが家族とは別の幸せを求めることはできるのか。ボイス112の奇跡イハナ、私を愛したスパイイムジュファン、韓国の家族の形とは愛と戦争の日々であった。三兄弟が勇敢には KBS2 で9月24日スタート、毎週土曜日曜の夜8時、配信予定は今のところありません。チアアップミステリー青春ラブコメ、一時は輝かしかった大学の応援団、上位 1% に入る見た目と言われる新人を獲得し、滅びつつある応援団は食事よりも何よりも美しく尊い恋愛に燃える。ペントハウスシリーズハンジヒョン、なぜオスジェなのかペイニョク、今注目の若手が数多く出演するキャンパスラブコメ。チアアップは SBS で26日に放送開始、毎週月曜火曜の夜10時、韓国配信はウェーブ、世界配信はまだ決まっていません。金のサジファンタジードラマ、この金のスプーンを買い、同じ年の子の家で食事をすれば、その子の親があなたの親になると謎の老婆に言われた貧しい高校生。スプーンを買い、財閥家の友人の家で食事をし、人生が大きく変わる。除隊後のドラマ復帰となる B2B ユクソンジェ、ダイヤチョンチェヨン、イジョンウォン、元モモランドヨヌ、人気ウェブ漫画を実写化。金のサジは MBC で23日にスタート、毎週金曜土曜の夜9時50分、韓国配信はウェーブとディズニープラス、日本が含まれているかは未発表ですが、世界配信もディズニープラスです。シスターズ家族ミステリー、貧しいが仲良く育った3姉妹、ある日長女は謎の700億ウォンを発見し、返すかもらってしまうかの究極の別れ道に立たされる。そして彼女たちは巨大な事件に巻き込まれていくことに。トッケビ君がくれた愛しい日々キムゴウン、100日の南軍様ナムジヒョン、今私たちの学校はパクジフ、イカゲームウィハジュン、8月末から9月に放送が延期され、題名も若草物語ではなくシスターズに決定しました。シスターズは TVN で3日に放送開始、毎週土曜日曜の夜9時10分、
韓国配信はティビンとネトフリ、日本を含む世界配信はネットフリックスになります。月水金火木土ラブコメ、完璧な外見と能力を備えた妻代わりのシングルライフヘルパー、彼女の月水金を5年間長期独占契約中である男性と、火木土の新規顧客となった御曹司でもある韓流スター、結婚を職業とする完璧な女性が恋の嵐に巻き込まれる。キム秘書は一体なぜ、パクミニョン、シカゴタイプライター、コギョンピョ、あなたに似た人、キムジェヨン、185センチのコギョンピョと186センチのキムジェヨン、高身長な2人に挟まれた妻役の女性の運命とは。月水金火木土は TBN で21日にスタート、毎週水曜木曜の夜10時30分、韓国配信はティビン、世界配信はまだ決まっていません。いかがでしたか？気になるドラマ、日本に来てほしいドラマはありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に、韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。